お疲れ様でした。ありがとうございます。3位ってことで、今どういう気持ちでしょうか。まあ正直悔しい気持ちの方が大きいです。今日は試合どうでしたか。まあ、競ったりすごい、今日も試合で見せた。そうですね、1試合目は負けてる場面から、まあ、我慢できたのでそこは良かったかなと思うんですけど、1試合目は自分がリードしている展開から挽回されて、まあ、最後、まあ、頑張って自分も粘ろうと思ったんですけど、それより相手の方が上を行かれたかなと。それでも今回アジア選手権の代表権獲得したことということはどうですか。まあ、今大会で自信にもなりましたし、まあ、その本戦というよりもこのまま自分をもっともっと成長していきたいなと思います。今大会の同級生であったり、まあ先輩だったり、まあ、すごい大躍進というそういう周りの影響というのはありますか。そうですね、チーム内もとても強くて、普段から、競争じゃないですけどそういった気持ちを持って練習しているの で、 そのおかげで自分も強くなれていってるかなと思います。最後に9月からアジア選手にありますけど、選手権に向けての大きい動き、はい、先なんですけど、はい、お願いします。まあ、どの試合も思い切って試合していきたいなと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。